部分に見えている、火用線、あるいは、用線、安全線は、青銅、黄銅、黄金などで作られ、その全長にわたって、先細になった穴が開けられている、ネジ山の切られた線である。この穴は、鉛や鈴などの融点の低い金属で塞がれている。ボイラーや高圧ガスの容器などに取り付けられて、空抱きなどで異常な高温や高圧になった時に、融点の低い部分が溶けて、 穴が開くことで、高圧ガスを逃がして、爆発を防いだり、その高圧ガスの通り抜ける音で人間に異常を知らせたりする安全装置である。いわばガス抜きのような効用を持っている。火曜線は1803年に、高圧蒸気式の蒸気機関の提唱者である、リチャード・トレビシックが、彼の開発したボイラーの爆発事故の結果を受けて、発明した。彼の批判者たちは、 高圧蒸気を使うという概念を非難していたが、トレビシックはボイラーを焚く担当者がきちんとボイラーを水で満たしていなかったためにこの事故が起きたということを証明した。彼は批判を封じるためにこの発明に対して特許を取らずに広めた。1830年代にボストンのフランクリンインスティチュートで行われた実験では当初陽線が作動した際に ボイラーに水を加えるという方法に疑問を投げかけた。実験は水位を確認する小さなガラス窓のある蒸気ボイラーで水位が過失の上部よりも下がった状態で通常の使用温度以下で行われた。水が注入されると圧力が急上昇して水位確認窓のガラスが割れることを確認した。実験者は高温の金属が注入された水を急速に蒸発させるために こうした事故は不可避のものであると報告した。この説に疑問が投げかけられたのは1907年のことであった。ウェールズのリムニー鉄道の小型蒸気機関車が不注意により安全弁が不適切に組み込まれた状態で送り出された。エゼクタが作動しなくなるほどボイラーが高圧になり過失上部が露出して爆発した。鉄道監督局のカーネルドルイと率いる調査では 機関士がエゼクタを作動させることに成功して急に冷たい水を流したことが蒸気圧の上昇をもたらしてボイラーを爆発させたとする説を否定した。ボイラーの認定、保健団体であるマンチェスター蒸気利用者協会によるボイラー上部の銅はその比熱容量を考えるとボイラーの圧力を上昇させるほど蒸気を作り出すことはできないという実験結果を引用した。実際のところ 冷たい水を流すと、むしろ蒸気圧は下がる。それ以降は、火曜線が作動した時に取るべき、正しい措置は注水することであるとされるようになった。アメリカ国立標準技術研究所による調査によれば、使用中に火曜線に水垢がついたり腐食したりすると、融点が上がって必要な時に作動しなくなる。実例では、融点が1100度を超えている例も見られた。 現在のアメリカ合衆国の標準では500時間の使用ごとに交換を指定している。イギリス鉄道規制庁では機関車の種類や使用圧力に応じて30日から60日程度の蒸気機関車では過湿の上部に1インチほど水側に突き出して取り付ける。水位が低下して過湿の上部が露出する前に火溶線が露出し、 有点の低い芯が溶けて蒸気が過失側に噴出してくる。過失の燃焼ガスの温度は550度にも達するので、水位が低下して、過失の一部が露出すると過失の一般的な材料で、ある銅は軟化して、ボイラーの圧力に耐えられなくなり、速やかに火を消すか、水を注入しなければ、ボイラーの爆発を引き起こす。蒸気機関車の場合、 穴は小さいため圧力を十分に低下させるほどの効果はなく、また水の流れ込む量もほとんどないかわずかであるため、火を消すほどの効果は期待できない。火用線は空気圧縮機に取り付けられて、潤滑油の発火を防ぐ目的で使われることがある。空気圧縮機の作動で安全の限界を超えて加熱すると作動し、空気圧を逃がす。液化石油ガスの輸送でも用いられ、 中の温度が120度程度になると作動して、外にガスを放出する。より高温になると、ブレビと呼ばれる爆発となってしまう。ありがとうございます。